はい。Touch me anymore. Anywhere. Anymore ちゃうわ。そんな全てに触れるようなゲームではない。全てに触れれるけど。さあ、もう気づきの通り、スマホ版が出ましたね。すごい話題になってました。なんか知らんけど、ニュースにまで取り上げてられてたらしいですけれども。まあニコニコにおいてヤギの人と呼ばれているこの私がこのスマホ版ゴートシミュレーターをやらないわけにはいかないということで速攻購入しましたけれども、僕のことヤギの人と呼ばないでください、恥ずかしいので。はい、じゃあやっていきたいと思います。最初の街だけなんかな。なんかね、ちょっとね、スマホゲーであんまり 3D ゲームというのやらないですね。なのでちょっと操作がおぼつかないと思いますけど、めちゃめちゃ再現度高ない。現時点ですごい、私びっくりした。ああ。もろい。すごい。優しさ。これは？あ、これはきっとあれやな。これでこう。静かに死ぬなよ。やめろよ、そういうの。あれ？木壊れへん。木ってかこの木柵。木の柵。くそ。硬いぞ。マジか。この辺全部、あれか、壊れて、物理演算で壊れるようにしてしまうと、スマホやってても持たへんのかな。まあ、わかると思いますけど、当然、パソコンゲームとか、スマホはね、比べてしまうと、メモリが少ないので、多少簡略化されたりとかしてると思ってたんですけど、ちょっとここむずっ！このコントローラーでここ登んのむず、頑張ろう。あー、首、おりな、壁登る。え、あ、壁は登れるんや。あれ、壁、登れるんや。仕様としてはバージョン 1.1 なんや。よし、ここ入れるな。よし、入るぞ。俺は入るぞ。ここに入ったらキングダム的な、そのなんか、おお、キングダム的なサムシングにこうたどり着けるわけですね。ゴーとキャッスル。出迎え少なくない？あれ？出迎えの人少なくない？ちょっと待って、これ拡大とか、あ、できるできるできる。あ、そしてあれか、画面をタッチすると、どうやって泣いた今？なんか泣いたよね。あ、はい、わかりました、わかりましたよ。これはわからないです。どうやって泣くのこれ。まあ、いいや。ちょ、いいっす。あ、ちょっと、ピンチャーと、画面、カメラを遠くしたいんだ。OK。難しい、もう。私もスマホのゲームのマスターの人じゃないの人やから。あ、ちょっと待って、でも、コレクションあるやん。これ集めていかなあかん系？この動画でも全部集めようと思ってしまうと、すごい、うわー、なんかすごい簡素な20分の1が出た。わかるよね、大体っていう感じ。くそ、玉座に座ると何だっけ、キングゴートか、デビルゴートちゃうよな。あっこの能力使用ボタン、すごいどっかで見たことあるんですけどね。ちょっとこの左上何？ノーマルゴート。あ、ここでもう即座にヤギの変更ができるんですよ。スパイダーゴート？スパイダーゴ。スパイダーマン。スパイダーマン。よし。まあ、せっかくだからスパダーでいきますけど、スパゴ。アチーブメントの位置とか覚えてへんぞ。何この黄色いの。え？爆発する。ちょっと待って、今、このスパイダーマンのパワー何やろうと思って。痛い、引かないで、引かないでください。ちょっとスパイダーマンで邪魔してもらう。あのね、多分ね、今スタート地点に糸出してそっからジャンプするで、これどうやって使うのこれ。
なんか高いとこから降りたりとかするときに使えそうやな。ちょっと後で覚えてたら使おう。何このこれ、あ、これあれか、よう見たら火器厳禁みたいなマークついてる。あ、これボンベですね、これね。なんでしょう、なんか襲われてるんでしょうか、誰かにこの街。あれ治安悪なった。確かこの辺にアチーブメントじゃないコレクションが、だだだだだ、こんなんでもスマホ版やったら絶対取られへんやろっていう。ちっちゃくもなりますよ、でかくなりたいな、セコスパイダムシ気持ち悪、かわいくな。ちなみにピンチアウトとピンチインのコツはこれ画面の外からグワーイ、あと上下にやった方がいいかも。こちょっとこ、あ、来た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 、ここや。難しい、左右でやってしまうと左側のコントローラーが反応してピンチイン操作扱いになってくれへん気がする。ああ、どんどん上手くなっていく。あとね、確かこのここの上にね、あれ誰かいる、あ、すごい、妹子と大使みたいなカラーリングの2人が。これはあれか、なんか結婚してくださいみたいな、そんな感じかな。私の前におった方が悪いなこれな。3分の20、この狂気に満ちた会合はまだあるんですね。ああ、やっぱり こっち向いてくれる。 1.1 仕様ですねこれね。めちゃめちゃ静かに爆発したけど今なんやね。ちなみにコレクションアイテムを全て集めるのかと言われたら集めません集めたくめんどくさいので集めませんけれども、あ、でもどうなんやろ、これスマホ版オリジナルのゴートいてんのかなと思ったけど、残ってんのがフェザーゴートとトールゴートとイビルゴートやから全部見たことあるな。スマホ版オリジナルゴートっていてないっぽいなこれ。はぁ複合された複合された。スパイダーゴート、あー、やっぱりスパイダーゴート、なんか合体してる時がある。これどうやって合体させんの。ゴートクイーンとスパイダーゴートをセットでつけると、あれできへん、どうやったんやろ。ちょっと危な、あなたペンギンじゃない、ヤギなんかそんな引いたらもう大問題ですよ。そんな分かってるんですか、こいつら同じ活動してんの。ちゃうねこのスマホ版がさ、ボタンとかじゃなくてある程度倒すと勝手にうわー滑り出すから、すごい微調整が難しい。あ、これは C5 とやめればいいんや。スパイダーマンにしよう。パイダーマン、パイダーマン、ヤギの男。あちっこじゃなくなっている。やっぱあれか、スマホで出すにあたって厳しかったんやろうな、いろいろ。アップルがノーペニスフードはちょっと申し訳ないんですけどってなったんやろな、これな。この壁も、これ、この壁も、壁登りのヤギならね、こう、スススッと登って、パパパッとこう飛んでしまう。ほら、こんな感じ。カレーですね。こっちか。順調にコレクションが集まっている。ただの事故死やないか今の。高いとこといえばこれでございますよね。やっぱり。
登りましょう。これ3D ゲームやからしゃーないんかもしれへんけど、めっちゃスマホの本体熱いねんけど今。こんな気持ちになると思えない。いててててて、あ、スパイダーマン、スパイダーマン、無敵の男、スパイダーマン。よし来た。スマホやからこっからむずいぞこれ。ちょっと、いやー、危ない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 。この辺から行くぞ。スパイ、あれ、スパイ、スパイ、あれ、あ、この高さやと使ってくれへんの糸。ああ、え なるほど、糸は真下に出すんじゃなくてちょっと正面に出すんや。それのせいであの位置やと糸を出す場所がなかったんや。詳しくなっていく。スパイダーマンに詳しくなっていく。皆さんもぜひこのゴートシミュレーター買うんやったら参考にしてください。糸は足元には出ません。若干正面に出ます。ここは、あー、ここはマイケル・ペイ。でもなんかあれやな、やっぱりシャーナンやろうけど、ちょっとおとなしいな。爆発が、スマホの発熱は全然おとなしくないけどな。飛び越してやる、飛び越せた飛び越せた。今のは飛び越してやる、ボン、痛いってやってちょっと笑いが欲しかった場面やねんけど、スッと飛び越せてしまった。ヤギが腕を上げている。あ、そう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 、ここね、コフィステインスタジオ。アップデートの予定がちょっと遅れてもスタジオを爆破しないでねって開発者の人が言うてた。あれ、スタジオこんな簡素やったっけ。あれ、業務縮小した。そやん、売れたんでしょ、ゴートシミュレーター。ええ、草食わしてくださいよ。なんでこの人すって当たったん。ああ、死んだ。ああ、ああ、怖い。出よ。とてもじゃないけど、うわあ、なんでお前立ち上がってんねん。なんでそうなん、わからん。コーヒーカフェインスタジオ、わからん。ちょっとコレクションだけ持って帰ろ。お、トールゴート開きましたが、これはアチーブメントがさ、アチーブメントちゃう、何回間違うね。コレクションが20個しかないねんけど、これ確か30個あったよな。まあちょっとトールゴートにしときましょうか。じゃあみんな大好き出てるんですけど、キリンやんけ。ちょっと背高いからめっちゃ見下ろせるやん。あっこや、儀式のとこあるな。ちょっとごめん、トールゴートちょっと身長高すぎて操作しにくいから、ちょっと人連れていこうか。よう見たらちゃんとね、このリックボタンもついてるわけですよね。ほら、身長が高いから人間を完全に宙づりにした状態で、完全なる誘拐事件。うわ、もう刺さってますけど。お前は我が息子の餌となるのだ。あれ、ちょ、引っかかんのは引っかかんねえな。その辺は改善されてないねんな。直す気もないやろうしな。うちそういうゲームじゃないんでって言ってるやろうな。サクリファイス。サクリファルか。5人、あと4人、あと4人サクリファルか、とりあえず。奥におった赤い服の女の人ダウンしたけど大丈夫？うっそーんって感じでダウンしたけど。びっくりしはったんやろな。
まあ、そりゃこんな高身長のヤギに今まで一緒に仲良くしてたやつをいきなり舌で腹ぶさされて連れて行かれて、サクリファルワーと、そりゃこけるわな。ああ、もう忘れてる。すごい、どんな気分や今一緒に、あれ、ちょっと待って、あ、おっと、一緒に叫んでいたやつにまで見せられ、お前のなんかその中にめっちゃ愉快なポーズ取ったな今。ちょっと待って、君ちょっとこの辺追って、確かこの辺にさ、あれ、この辺に鉄塔が、あったあったあった、で鉄塔の足元にあるわ、あったあった、結構覚えてるなあかん、またあの人むっちゃヤギ詳しいって言われる。ツイッターとかでヤギの攻略情報聞かれたりしちゃう。すいません、フェザーゴートが出ないんですけどどうしたらいいんですかとか言われちゃう。知らんわ。あれ、あれ、どこ行った、あの女。まあいいか、まだまだ生贄がおるんやで。あれ定位置に戻ってた。これじゃなくて、くそ、結構こいつらね、ダウン状態からしばらく時間が経つと起き上がって元の位置に戻ろうとする習性がある。すごい、科学の実験してるみたい。多分ダウンから5、6秒ぐらいでスッて起き上がって元いた位置に走って戻っていこうとする。まずい、まずい、早く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 、ほらほらほら、待て待て、ダウンした、よし、くそ、めっちゃバタバタしてる。え、え、おい、くれよそういうの。ヤギどこ行ったん？あ、もうちょっとはるか下に落ちてた、これもう飛んでるー。